高橋茂忠、高橋茂忠、高橋茂忠、1940年10月3日体は、大阪吹川地群平方町、現、平方市出身の元旗手、元調教師。JRA 調教師の高橋義忠は実施。父は、平方市議会議員を務めた人物で、その三男であった。少年時代は、父と連れられて、京都競馬場へよく足を運び、父が、 なんとか、報酬という馬が強かったといったことに印象を残したと。中学時代には、考古学者を将来に思い描いていたが、高校進学が決まった後、駅の校内に貼られていた、騎士候補生募集のポスターを見て、なんとなく馬に惹かれたほか、募集条件がことごとく自分に合致していたことから、受験に至り、馬事公園期主要成長期課程に第7期生として入所。 主な同期生には、池江康郎、丸目、利市英野本明、徳吉一子、福永公、吉岡八郎がいる。1957年に、阪神、佐藤伊佐者社の機種見習いとなり、2年後の1959年に、同級者所属でデビュー。3月7日に伊佐ドーターで、初起城、28日に月をで、れ、初勝利を挙げた。 一年目から14勝をマークし、年末にはミスイエ流で朝日チャレンジカップを制して10勝初勝利。非凡なスタートを切ったが、見習い機種の減量得点がなくなって騎乗場場に恵まれない時期が続く。そんな中でも着実に勝利数を伸ばしていき、1963年には年間33勝で初めて全国10位につけると、 1964年には、ヒカルポーラで、天皇賞、春、宝塚記念を制覇。特に天皇賞は、圧倒的人気の名水川や逃げき樹花というところを、大外から一気に差し切り、八大競争初勝利を挙げた。これがきっかけで騎乗馬が急増し、1965年には48勝で、初めて、関西リーディング、全国4位を獲得。 1966年には62章で2年連続関西リーディング全国3位。1967年には CA スによる大歌章制覇を含む84章を挙げ、関西所属騎士として初の全国リーディングジョッキーとなった。その後も2年連続、1968年から1969年で関西リーディングに輝き、1970年には 関東馬の玉見で三年ぶり二度目の大賀賞制覇、力栄館で六年ぶり二度目の天皇賞、春制覇を達成。大賀賞の玉見は当時会場間もない立党トレセンに、担当休務員の恵ビ名工作と共滞在しており、高橋は田村正光に代わって、トライアルから手綱を任されていたが、圧倒的人気に応えて見事に四馬審査で逃げ切ってみせた。天皇賞の力栄館は、 ロスなく、内を作冷静な気丈が光り、宝運、不意にとの大激戦を、首させした。同年は71勝を上げながら6年、連続関西リーディングを阻まれたが、86勝を上げて圧倒的な1位となったのは3年目の若き、天才、福永陽一であり、この頃ろを境に、福永、竹邦彦が、関西の上位を占めていく。年以降は、 起乗数、勝利数も次第に減っていき、活躍も、自給者の所属場が中心となる。1973年には、愛知杯で、新山三区のシルバーランドに起場し、芝2000メートルの競争で、中央競馬史上初の2分を切る1分59秒9のレコードタイムで勝利。1976年には、CBC 賞をレコードで勝利しているが、これが、 最後の重症制覇となった。同年には、自給者の所属場ではないが、ナルオ記念で7等中7番人気の大砲ヒーローに、起乗し、菊花賞場国際プリンスやリマ記念馬石の嵐を抑えて見事に勝利。1977年に調教師免許を取得し騎士を引退。36歳というトップクラスの騎士としては、若年での引退となったが、 後年この理由を問われた高橋はずっと馬に乗ってきて、ここらで休憩しようかなって感じですよと語った。その一方で、この世界はやっぱりジョッキーが一番ですよ。だから、もっと乗っていたかったなぁと、悔いは残ります。今更言ってもしょうがないですがとも語っている。師匠の佐藤勇は、騎手時代の高橋について、技術としてはそれほど、 うまくなかったけど、着替えで乗っていたと評している。また、ダービーニュース記者の山口進によれば、関西の旧車関係者には、卒なく乗るという点トップペース配分の巧みさに対する評価が高く、山口自身は、持って生まれた感というのも他に類を見ないほど、素晴らしいと評した。引退後は1978年に旧車を開業し、7月15日に初出走。 10月8日に初勝利を挙げた。以後の成績は、おおむね15勝前後で推移を続け、1988年に、京都大賞典を、名将栄冠で制して、重賞初勝利を挙げ。この頃より、年間勝利数は、安定して20勝以上を記録、重賞も、毎年制した。管理した中で特筆される馬に1991年の、スワンステークスを制した K.S. ミラクルがいる。 生涯十戦のキャリアで三回のレコード勝利を記録し、アメリカのブリーダーズカップ出走も考慮された素質場であったが、同年のスプリンターズステークスで競争中に故障を発生し、予後不良と診断されて安楽死の措置が取られた。九百九十三年にフェブラリーハンデキャップを制した名称ホムラ以降は中央における重症勝利がなかったが、二0一年にダービーレグノが 新山記念を制すると、再び管理場が、重症戦線で活躍を始めた。特に2000年代半ばからは、名称ホムラの数少ない3区である名称バトラーが、主にダートグルード競争で活躍し、2004年から2008年までに、日本競馬史上最多の議員級競争実勝を挙げた。2007年には、瀬戸口勤の定年引退に伴い、関係が深い松本義雄が所有する。 クラシックに関は、名所サムソンの管理を引き継いだ。名所サムソンは、同年の天皇賞、春に優勝し、高橋は調教師としての GI 競争初優勝を果たした。同馬は秋にも史上4頭目の天皇賞春秋連覇を達成し、同年の JRA 賞特別賞を受賞。2007年4月15日には、騎手時代に続いて JRA 通算500賞を達成した。 高橋の管理場には、息長く、現役を続ける者が、数々いることでも知られる。高橋はファンから、丈夫で長く走らせられる秘訣を尋ねられた際、以下のように答えている。最も多くの戦績を重ねた、管理場は、それぞれ103戦5勝の成績を残した、スペインランドと3個名です。牝馬であり、名称サンダー、95戦9勝、ファンドリリブリア、 89戦6勝が両馬に続いている。また、名勝バトラーは上記4頭を上回る11歳まで現役を続け、インターネット上ではファンから親しみを込めて、ばあさんと呼ばれた。2011年2月、調教師の70歳定年制に基づいて調教師を引退。管理馬は従前に調教師試験に合格していた。実施、高橋義太田が旧社へ移籍した。 名称巧みに限り武田博史旧社に天馬やしている。自身があまり愛想がいい方ではないと語る一方で、関係者の間では口数は少ないが人格者との票を取る。戦術の山口進むは騎手時代の高橋に対して決して努力を怠らない人間と表している。競馬実況アナウンサーの杉本清は若手時代。 職人気質の人物が多く取材に苦労した中で、高橋には心よく応じてもらい、いろいろと教えられたとしている。また杉本は、若手アナウンサー時代に特に印象に残ったエピソードとして、実著の中で一家のような思い出を語っている。高橋自身、ヒカルポーラには強い印象を残している。機種生活の中で、ヒカルポーラに教えられたことが大きかったと言い、後には、あれ 天皇賞制覇が俺の競馬の始まりあったと語っていい。また、若い頃は、希少難であったが、華麗と共に心身が落ち着いていった同馬との、経験が、じっくり育てるという調教師としての一つの土台となっているのかもしれない、とも語っている。カッコ内は、高橋記長時の優勝重賞競争。太島八大競争。カッコ内は、 高橋管理時の優勝重賞競争。太字は GIQ 競争。太字は文化生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。